そもそもサウジアラビアってどういう国なんだろうっていうのを今回ちょっとこう勉強させていただいて、サウジアラビアの英語能力指数みたいなのを調べたんですよね。で、サウジアラビアの方って英語能力指数で言うと日本と同じぐらい。日本が、英語能力が60、あ、80ないか、87位だったとして108位ぐらいなんで、なんか日本人と同じ感覚なんだなってイメージになりました。なのでこう、僕らがメタ広告を見て英語の広告のクリエイティブをクリックするかしないかって、こんにちは、世界へ向かうのとかです。本日ですね、サウジアラビア在住の京都キスメツ中村さんにですね、抹茶の販売サイトの公開診断収録をですね、させていただければと思います。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介お願いできましょうか。京都キスメッツの中村愛と申します。弊社はサウジアラビアをメインとした中東向けに日本の国産の良質な抹茶を輸出しています。実店舗は持たないオンライン販売のみとなっていて、私は今サウジアラビアに在住をしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中村さん、ちなみにサウジアラビアで抹茶の販売ってなんかめちゃめちゃレアなケースかなっていうふうに思うんですけど、どういった背景でこの抹茶の販売をしようと思ったんですか？もともとサウジアラビアに家族で住むきっかけがありまして、でサウジアラビアに住むまではイスラム社会に対してあまりポジティブなイメージがなかったんですが、実際家族で住んでみると、今まで30カ国以上に住んだり旅をした経験のある私ですら、毎日驚きと感激の連続というぐらい温かい社会で、子供たちがこう社会に居場所があるという社会で驚いたことがまず一つで、もう一つは抹茶がちょうどトレンドになっていたんですが、あまり私と今まで30種類ぐらいの抹茶を、スーパーだったりオンライン、それからカフェやレストランで試したんですが、私たちが納得する抹茶のクオリティ、抹茶に出会うことができなかったんですね。そのサウジアラビアで家族、子供たち3人が日本にはもう帰らないで一生サウジアラビアに住みたいっていうほど、毎日が本当幸せで楽しかったことに対する、社会、サウジアラビアの人々への感謝の気持ち、そして日本の伝統文化である抹茶が本当に日本ではない国の、もしくは日本であってもすごく古くなって品質が劣化したものしかないっていうことがすごい悔しくって、日本の美味しい抹茶をこのサウジアラビアの人々に伝えることで恩返しができるのではないかと思ってスタートしました。ああ、なるほど。サウジアラビアってそんなにいい国なんですね。そうなんです。思ってた国と今まで思ってたイメージの国とは全く違くて、日本よりも治安がいいぐらい穏やかな社会で。世界を向かって広告業の担当しております下川と申します。よろしくお願いします。本日は京都キスメツ様の、メタ広告、Facebook と Instagram の広告っていうところを事前にアカウントを診断させていただきましたので、そちらの、結果のご報告っていうところですね、岡村様の、要約に立てるような情報をお届けできたらなと思います。以下の3つですね、3つの項目に分けてお伝えができればと思います。基本的には広告のアカウントを見た診断と結果をご報告っていうところにはなりますが、広告のことから派生してサイト全体のこともお伝えできればなと思っております。はい、まず、1つ目が広告の配信戦略っていうところですね。ちょっと堅苦しく聞こえるかもしれないんですけれども、広告大体費用対効果がどれぐらいかかるかだったりですとか、まずそもそも広告を配信するフェーズなのかみたいなところをお伝えできればなと思います。その後に実際アカウントを見させていただいて、アカウントの設定の部分ですね、そちらのお伝えができればと思います。で、最後に広告のクリエイティブですねに関してお伝えができればと思います。メタ広告ですと、基本的に画像だったり動画で情報をまずは伝えるというところで、クリエイティブの成果が9割ぐらい全体に作用すると言われているので、こちらも重要な項目になっております。それでは早速お伝えできればと思います。まずは媒体の、広告媒体の選定の部分ですね。今回もすでにメタ広告、Facebook、Instagram で広告配信していただいていると思うんですけれども、各国使っているソーシャルメディアだったりですとか、そういったのもトレンドというところが異なると思うので、スタートカウンターというツールを使ってそういった部分を事前に調査することができます。実際にサウジアラビアの、利用率というところを見てきました。こちらですね。はい、下が、表になってるんですけれども、一番上が青い部分が Facebook の、利用率になっております。こちらがだいたい 50% ぐらいですね、使われております。で、意外に2番目が Twitter になるんですけれども、で、3番目が Instagram ですね。 Instagram の利用率が 15% という形になっております。なので、ソーシャルメディアの中では約 60%、65% が、メタ、Facebook、Instagram を使っているので、今回広告配信しているメタ広告というところは媒体として相性が良いと思います。続いて広告配信する上での KPI の設計の部分になってきます。こちら、ちょっと、アルファベットが並んでいたりですとか、細かくいろんな指標があるので難しいんですけれども、こちら AI をきちんと決めてから配信することで、そこに成果が配信した後に成果がいいかだったり悪いかっていうところの振り返りができるので、かなり重要な施策になってきます。まず広告ですと、ROAS、リターンオンアドバタイズメントスペンドですね。広告費用の回収率っていうところを、一番 KPI 設定して広告配信されることが多いかなと思います。だから広告数字が大きければ大きいほど成功しているっていう形で言えます。
そちらはまず、売上割る広告費かける100というところで、ロアスがの数値が出てきて、例えば10万円広告をかけて、それから30万円の売上が立ったとすると、ロアスは 300% と言えます。こちらもう少し分解して数値をお伝えすると、1件あたりの数値ですね。1件あたりの獲得単価が CPA と言われるものになります。それ割る販売単価、例えば今お茶ですと、お茶の単価ですね。抹茶の単価を、で、100をかけるとロアスが出てくる形になります。でさらに分解して数値を見ていくと、こういった形で1件あたりのかかる獲得単価 CPA というのを、広告で分解することができます。それは分解して数値を見ていくことで、どこに課題があって、でどこがボトルネックになっていて、全体の数値がいいか悪いかというところが分かるので、施策の優先順位付けみたいなところにも役立つので、少し細かくて難しい部分にはなると思うんですけれども、見ていく必要があります。まずはインプレッション単価 CPM と呼ばれるものですね。こちらは、1000件広告を表示するのにかかる金額になります。メタ広告の場合ですと、基本的にインプレッション単価制っていうところが推奨されておりまして、1000件広告表示されるといくらかかる、課金されるっていうところのシステムになっています。で、その後に、まずは広告が表示されて、またどれぐらいの割合でクリックされるか、ですね、クリック率っていうところが、もう重要な指標になってきます。で、そこから割り出されるのがクリック単価ですね。こちらは1件あたりクリックされるのにかかる単価になります。こちらはイコール、サイト流入を獲得するのにかかる単価という形です。で、まずはサイトに流入した後ですね。コンバージョン率というところの指標になってきまして、サイトに流入した人たちがどのぐらいの割合で購入につながるかという割合になってきます。こちらそれぞれどういった要素が影響するかというところになるんですけれども、まずはインプレッション単価に関してはいろんな指標があるんですけれども、大きく言うと、ターゲットの大きさっていうところがインプレッション単価に大きく関わってきます。ターゲットが大きければ大きいほどインプレッション単価は安くなるという感じです。クリック率に関してはクリエイティブの、広告クリエイティブの影響になります。より魅力的なクリエイティブなどが準備されていて、クリックされる割合が高いとクリック率っていうところが上がってきます。クリック率が上がるとクリック単価というところが安くなる、低くなるという形です。最後に、コンバージョン率に関してはサイトのウェブサイトの影響というところが大きくなります。一度ウェブサイトに入ってきて、商品が探しやすいかだったりですとか、自分が求めている商品があるか、内容に共感できるかみたいなところでコンバージョン率というところが決まってきます。はい、でこちらが実際弊社で運用させていただいているアカウントの数値になります。まずはキッチン用品、上がキッチン用品の数値になっておりまして、下が、伝統工芸品の数値になっております。インプレッション単価でいうと、だいたい900円から1500円という数値ですね、になっております。で、こちらはここの時点で、高い低いというよりはだいたいこれぐらいが平均なのかなという感じで見ていただければと思います。その後クリックされる割合ですね、クリック率に関してはだいたい 2% から 3% ぐらいになっております。で、そうするとクリック単価、1件あたりクリックされるのにかかる単価はだいたい50円前後という形です。で、その後にコンバージョンされる割合ですね、 0.4% から 6%、 0.5% ぐらいという形になっております。それで、計算すると、1件あたり獲得するのにかかる単価ですね、 CPA と呼ばれるものは、上のキッチン用品だと11,200円、下の伝統工芸品ですと8,300円になっております。それぞれ、商品の平均単価ですね、関してはキッチン用品ですと45,000円、下が、伝統工芸品ですと2万円という形になっているので、ロアスで計算すると 400% と、240% くらい弊社の事例になっております。で、実際に京都キスネットさんのアカウントを拝見させていただくと、このような数値になっております。まずはこの数値で見ていくと、どこに優先的に、はい、課題があるかなというところが分かってくるかなと思います。まずインプレッション単価というと、ターゲットとしている国がサウジアラビアだったりドバイというアラブ圏ですね、絞っていただいていると思うので、この数値に関しては比較的平均的かなというところです。で、その後のクリック率になるんですけれども、 1% というところで、他の事例と比べるとちょっと低いかなというところです。せっかくターゲットでサウジアラビアの人たちに絞って配信しているというところがにもかかわらず、その人たちに共感してもらえるようなクリエイティブというところの準備がもう少し必要になってくるかなと思います。で、このクリック率が低い関係で、クリック単価というところも他の事例と比べると2倍から3倍ぐらいになっている形ですね。で、その後のサイトの、コンバージョン率が 0.8% という形になっております。なので GPA に関しては22,500円、大体の本社の、販売単価が2万円という形になっていると思うので、ロイン直して今 90% という形ですね。売上よりも今広告費の方が大きくなってしまっているという形になっております。はい、で、例えばなんですけれども、このクリック率ですね、これはクリエイティブをいろんなパターンでテストして、サウジアラビアの方々に刺さるような初級のものをいろいろ準備していくっていうところで、ここは広告内でまだまだ改善できる数字だと思っております。
これは例えば 1% のところを 2% に改善した場合ですね。そうすると、1件あたりの獲得単価 CPA が 12,250 円という形になるので、合わせに直すと 180% という形です。100万円広告をかけると180万円くらいの売上になるという形です。ここまでいろいろ数値、KPI の部分と数値をお伝えしてきましたが、今お伝えした、例えば改善した後の、このロアス 180% ですね。こちらの数値で広告配信した場合、採算は合いそうですか？もう少し高い方がいいかなというのが正直なところです。承知しました。ありがとうございます。そうですね。その場合だと、やはり率直に申し上げると、まだ広告のに配信するフェーズではないかなと思っております。なので、広告を配信する前に、例えばサイトの改善だったりですとか、メールマーケティングの設定を準備するあたりっていうところが事前にできると、コンバージョン率っていうところが改善できるので、それを行った状態で広告を配信するっていうところが良いかなと思います。はい。はい、ここからちょっと僕の方からお話できればと思うんですけど、そもそもサウジアラビアってどういう国なんだろうっていうのを今回ちょっとこう勉強させていただいて、サウジアラビアの英語能力指数みたいなのを調べたんですよね。で、サウジアラビアの方って英語能力指数でいうと日本と同じぐらい、日本が英語能力が87位だったとして108位ぐらいなんで、なんか日本人と同じ感覚なんだなっていうイメージになりました。なのでこう僕らがメタ広告を見て英語の広告のクリエイティブをクリックするかしないかって、中村さんとか僕とか、下川とかって英語慣れてるからクリックするかもしれないです。一般に英語の触れてない方っていうのはもしかしたらクリックしない可能性があるっていうところで、なんかクリック率に影響してるのってここなんじゃないかなって仮説が一つ立ちました。はい。で、ちょっと次のページ見ていただくと、サウジアラビアだったりとかその周辺で実際その抹茶だったりとか販売している競合サイトを見てみたんですよ。で、そこの HHS って言ってツールを使って英語とサウジアラビア語を併記しているというかタブで分けてページを用意しているサイトを見たときに、トラフィックですね、どれぐらいアクセスを獲得してるのかって見たときに、全体のトラフィックが553件って書いてあるんですけど、そのうちのアラビア語っていうんですかね、サウジアラビアの言語でトラフィック獲得したのは487件だったんですよ。なので、もしかしたらこれサウジアラビア語で広告出した方が良くないって思ったんです。今ってそのサイトだと併記してるじゃないですか。なので、広告が英語で、サイトに入ってきたらサウジアラビア語で英語で併記ってなってる状態なので、もしかしたらサウジアラビア語で広告クリエイティブ出して、ランディングページもサウジアラビア語だったら、コンバージョンレートだったりとか、クリック率だったりとか、もうちょっと改善されるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、次に、対談設計っていうところの話ができればなと思うんですけど、僕らって初回の訪問で顧客は買わないっていうふうに思っていて、で今、WhatsApp のオファーを出してるんですよね。WhatsApp のオファーはオファーで、まあ、いいかなっていうふうには思うんですけど、メルマガとかの方が、リストの獲得はしやすかったりするので、ポップアップを表示して、リスト登録してくれたら、10% オフのクーポンを付与するよみたいな形でやっていくっていう形でできるのがありかなと思ってます。で、というのも、今数客とそのうち客っていらっしゃったときに、今コンバージョン率が 0.8% っていうところで、正直そんな悪くないんですよ。一般的な、コンバージョン率の基準値は 1% って言われているので、要は僕らが英語のサイトに入って、その中100人に1人か、100人に1人とか100人に 0.8 人買ってくれてる状態なんですね。なので悪くないなって状態なんですよ。で、ただ、もうちょっとよくするためには、マイクロコンバージョンっていう、購入の1個手前のポイントっていうところを、まあ、メルマガとか、っていうのを設定してあげて、そこでリスト登録、リストを獲得していく。で、そのリストに対して、中村さんの思いだったりとか、実際かなりレベルの高い抹茶を取り扱っていると思うので、抹茶に関する情報だったりとか提供していくことで、もっと買いたい気持ちが作れるのかなっていうところで、僕らってこう、マーケティングのことを売れる仕組みと、買いたい気持ち作りっていうふうに定義してるんですけど、そこの両面で改善できるかなっていうふうに思いました。ここから下川さんになっていきましょうか。はい、ありがとうございます。ここからは、実際にアカウントを見た時のアカウント設定についてお伝えできればと思います。まずは、イベント設定と言われるものですね。広告の中で配信する目的として何をゴールに広告配信するかっていう部分で、まあ、今回は EC サイトになりますので、購入になると思うんですけれども、購入をきちんと広告側でも継続できる状態にしてあげるっていうところの対象の設定になってきます。こちらはアカウントを実際拝見させていただいて問題なく設定できておりました。設定の方法としては Shopify、カートのサイトと連携するだったりですとか、GTM で、設定するカスタムイベント、メタの広告画面に直接設定するみたいなやり方があります。続いて、広告セットの設定ですね。こちら先ほど徳田からお伝えさせていただいた階段設計の、マイクロコンバージョンの部分になってくるんですけれども、広告の成果を最大化させるために機械学習というところをうまく活用していく必要があります。結構メタの場合ですと AI がとても賢く働いてくれるので、基本的にはどんどん広告を配信していくと最適な人に広告が配信されるというところの最大になってきます。その上でデータの質っていうところも大切なんですけれども、きちんと学習できるようなデータの量を媒体側に渡してあげるっていうところが重要になってきます。こちらはメタ社から推奨の数として言われているのは、広告セット単位でだいたい週50件のコンバージョンが推奨とされております。
もちろん単価が高い商品だったりすると週に50件ってかなりハードルが高いかなと思いますので、データが足りない場合の対策例としましてこちらに記載しております。まず一つは広告セットですね。を集約化するというところで、なるべく広告セットを一つに集約化してあげて、そこで学習だったりとかデータを貯めていくというところになります。二つ目は先ほど徳田の方から段階設計の時にお伝えさせていただいたマイクロコンバージョンを設定するというところですね。購入だと数が足りない場合は一つ手前の例えばカート追加を最適化対象に設定するということができます。こちらが、実際の京都キッチンの実務のアカウントになりまして、広告セットの、設定の部分になるんですけれども、こちらでコンバージョンとか目標ですね、会社の目標を設定することができます。でコンバージョンイベントっていうところで何を最適化目標に広告を最適化するかっていうところを設定できるんですけれども、こちらが今購入というところが目的に購入が設定されていたので、こちらをカード追加に変更することで、より機械学習を早めるためにデータを蓄積することができるかなと思います。続いてこの最適化を鑑みた予算の設定というところになります。実際広告を配信するときにどのぐらい予算が必要なのかというところが悩まれるかなと思うんですけれども、それは本当に推奨として聞いていただければと思いますが、先ほどお伝えした広告セット単位で週50件のコンバージョンというところですね、掛け合わせると、例えばカート追加を最適化対象にした場合、京都キスメツさんの場合だと大体1000円ぐらい単価、カート追加単価になっておりました。カート追加を獲得するのにかかる単価が約1000円です。とそれが50件週に必要になってくるので、だいたい1週間5万円ぐらいを目安に広告配信していくとデータ量もたまって最適化されやすい予算設定になっております。はい、続いてターゲットの部分ですね。こちら実際に設定していただいているターゲットを拝見させていただきました。地域だったりとか年齢、興味関心みたいなところがこちらで設定できるものになっております。地域に関しては京都キスメツさんの方で主力にしているような国ですね、サウジアラビアだったりアラブ諸国連邦が設定されていて、こちら問題ないかなと思います。で年齢だったり性別というところを細かく指定していただいたんですけれども、夏の場合ですと男性も若い方も年配の方も一般的に楽しめるものだと思いますので、こちらは特に絞らず広く設定しても最初はいいかなと思います。でだんだん と、ターゲットを広く設定しておくと最適な人がよりコンバージョンしやすい方に徐々に学習して、そちらに配信が寄る形になってくるので、例えば1、2週間配信して成果を振り返って細かくどこの年齢で売れてるかだったりどこの性別で売れてるかみたいなところを見ることができるので、成果が悪い性別だったり年齢があれば削っていくみたいなやり方がいいかなと思います。はい、でターゲットの興味関心層でいろいろ登録いただいていると思います。でサイズのボリュームでいくと右側のオーディエンスの広さっていうところが参考値なんですけれど見ることができまして、約300万ぐらいですねあります。で推奨の緑のところで推奨の設定になっているので、こちらの数っていうところは問題ないかなと思います。ただ例えば この設定だと実際にどんなものに興味が関心がある方がコンバージョンしやすいかみたいなところのデータはここに関しては細かく見ることができないので、例えば最初は広く抹茶とか日本に興味がある方みたいなところで配信してみて、そこで成果で出るかというところを試してみるのがいいかなと思います。例えば徐々に配信するに配信した後に、抹茶を通して、ヘルスケアだったりそういったところにもつながってくると思うので、ヘルスケアだったりとか女性の化粧品とかそういった興味がある方と相性はどうかみたいな形で別の広告セットを立ててターゲティングの検証っていうところをしていくっていうやり方がいらっしゃるかなと思います。ちょっと右下に掲載させていただいてるんですけれども、最近メタですとアドバンテージプラスショッピングキャンペーンというところがという機能があります。こちらに関してはメタの AI を活用してターゲティングだったりを最適化してくれるというところになっております。なのでクリエイティブだけ設定しておいて、ターゲティングはメタに任せるというやり方もあります。比較的このアドバンテージプラスショッピングキャンペーン、とても他のアカウントでも成果が良いキャンペーンになりますので、ぜひ活用してみていただければと思います。はい、で最後の項目になりまして、広告のクリエイティブですね、こちらのお伝えができればと思います。先ほどKPI のところでお伝えした通り、クリック率っていうところをもう少し改善していくっていうところが一番最初のステップかなと思います。メタの場合ですとメタアドライブラリーっていうものがありまして、こちらでいろんな広告主さんが配信している広告を見ることができます。こちらは誰でも見ることができるツールになっております。実際にサウジアラビアの抹茶関連で配信しているクリエイティブっていうところを掲載をさせていただいております。一つの例ですと、その会社さんはセールをやっているので、セールの訴求があったりですとか、見せ方としては商品、二つ目のクリエイティブに関しては商品と、抹茶を静止画でお伝えしてたりですとか、あとは比較的最近だと動画を使っているクリエイティブというところも成果が良いと言われております。
真ん中のものですと、飲み方だったり作り方っていうところを動画で紹介しているようなクリエイティブでした。4つ目のこちら の動画に関しては、こう抹茶を楽しんでいるとリラックスしているような雰囲気だったり環境というところを動画にして撮影しているようなものになります。で、最後はカルセル形式のいくつかこう画像が右がこうスライドできるものになるんですけれども、それに関しても抹茶の作り方をスライド形式でお伝えしているというクリエイティブでした。なので、こういった形で調査することによって、まあ、サウジアラビアの人たちがどのようなクリエイティブで興味関心を持ってくれそうかみたいなところを事前にチェックできるかなと思います。はい、こちらですね、先ほどいろんなフォーマットの広告クリエイティブをお伝えさせていただいたんですけれども、ではここに記載しているような、5つの広告フォーマットというところがございます。静止画、普通の画像のクリエイティブですね。で、動画だったりですとか、カルセル、先ほどのスライド形式で訴求できるものだったり、コレクション広告の場合ですと、一つ大きな画像でその下にいろんな商品をクリエイティブにできるものですね。最後のカタログ広告も一緒で商品を直接訴求できるようなクリエイティブのフォーマットになっております。で、一つの広告セットにだいたい推奨の本数として 5,6 本というところが言われております。かつ多様な広告フォーマットを活用することで広告セット自体の品質が上がると言われているので、こういったいろんなフォーマットを使ってクリエイティブを準備して PDC を回していくという方法がいらっしゃるかなと思います。はい、でこちらですね、実際に配信した後、その広告が、メタ側にどのような評価がされているかというところを見ることができます。3つの指標がありまして、品質ランキング、エンゲージメント率ランキング、コンバージョン率ランキングというところで指標が準備されているんですけれども、ちょっとデータがない部分もあったんですけれども、レビューを訴求しているようなものに関してはエンゲージメントランキングだったりですとかコンバージョンに関しては平均以上というところがあったんですけれども、品質に関しては少し改善が余地があるというところでしたので、こういったところも一つの指標に見ながら配信した後クリエイティブの PDC を回していくことに役立っていただけるかなと思います。で、こちらは広告クリエイティブになるんですけれども、海外で日本でもゴールデンウィークだったりお盆にセールが盛り上がるように、海外でもいろんなホリデーセールのシーズンがあるかなと思います。サウジアラビアでもラマダーンの後のお祝いだったり、そういったセールの盛り上がる時期というのがあると思いますので、そういったイベントに合わせた広告配信というところもできるかなと思います。実際あれですかね、ラマダンの後って結構こう消費が増えたりするんですかね。そうですね、ラマダンの後はラマダン明け休暇が1週間あって、みんなそこでおしゃれをしてアバや洋服をみんな何着も買ってで出かけたりをするので、もうスーパーからあとは高級ブランド品まで、あとはちょうど先週終わってしまったんですけど巡礼休暇の8休暇って言って、みんなそのメッカに巡礼しに行く期間があるんですけど、その期間もまあお祝い前っていうこと、お祝いではないんですけれども、まあ、結構キャンペーンとかセールが多いですね。あ、なるほど。そうするとこうそのシーズンに向けて、まあ、アメリカとか僕らやらせていただいてブラックフライデー、サイバーマンデーっていうのが一番お金を使う時期なんですけど、その時期に広告を投下するというよりは事前にリストを獲得していって、ラマダン休暇に向けて抹茶で癒しを得ませんかみたいなところをメルマガで配信できるような状態を作るっていうところだったりとか、結構こういろんな複合的な施策の組み合わせで全体の獲得っていうのをしていくっていうところ、購入を促していくみたいなところができると売上って伸ばせたりとかするので、はい、では、以上メタ広告のアカウントを拝見をさせていただいて診断した結果をお伝えをさせていただきました。最後にまとめてお伝えをさせていただきますと、3つ重要な部分があるかなと思っております。1つ目はまずは広告配信戦略というところで、まあ、お伝えした KPI をきちんと設定した上で広告配信することで、まあ、施策の優先順位を決めたりですとか、まずは広告のフェーズにそもそもいるのかというところを事前に確認することができるのかなと思います。2つ目はアカウントの設定の部分ですね。メタが最近機械学習が進んでたりですとか AI を使った最適化というところが進んでおりますので、その最適化を最大限に活用できるようなアカウント設定にするというところが重要になってまいります。で、3つ目としては広告クリエイティブですね。いろんなパターンをテストして、ベストプラクティスというところを見つけていただければなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、なんか結論としては、先ほど、KPI 設計のスライドでお見せしたように、現状のロアスは 90% の状態です。で、ただクリック率を上げたりとかすると 180% はいけるし、コンバージョンレートにもまだまだ改善の余地があるんじゃないか、それは言語を増やすっていうことで改善の余地があるんじゃないかであったりとか、階段設計っていう形でリスト登録っていうところをマイクロコンバージョンとして設定することでその後の引き上げみたいなことができるんじゃないかっていうふうに今考えてます。なので、なんか戦いようはあるなみたいな、なんかまだまだやれることあるなっていうふうに思っているので、なんか諦めないで頑張っていただけたらなっていうふうに思いました。はい、はい、
今日なんかこうお話しさせていただいた内容でこれはなんか取り入れたいなだったりとか、なんか感想だったりとかあったりしますか？そうですね、まずは今日はどうもありがとうございました。本当にこれ事業をやろうと思って決めてまだ10ヶ月で、会社設立して半年でもう一人でもがくように進めてきた中で、やはりちょっと自分自身が SNS とかの経験がないことや、クリエイティブとかも一切知識がない中でスタートしたっていうのもあって、指標もわからない中で模索していたんですね。で、思いだけでちょっと突き進んでいたところがあって、一番最初に見せていただいた SNS のこの割合みたいなやつも、自分の中で若者はインスタグラムで Facebook はちょっと年配の方だろうっていう勝手な推測で Facebook をちょっと軽んじてたんですけど、グラフを見たところ全然違ったっていうのがまず一つで、あともう一つが英語力についてなんですけど、これがやはり私が普段一緒にいるサウジ人や、訪れている場所ではほとんど英語が通じるんですね。なので私の中で英語力はもうかなり高いって勝手に今思い込んでいた部分があって、どこでも英語表記が結構併記されているっていうのもあったのと、あとは商品が比較的高額なので学歴的にも高い人が多いから英語でも十分だろうって勝手に思っていたんですが、今日の説明を聞いて、確かに自分も多言語で物を買うかって言われるとものすごいハードルが高く、どうしてもそこでしか手に入らないものじゃない限りは基本的に決済への不安とか、いろんなところで不安があるっていうのもにも、ちょっと自分ごとに置き換えたら気づきました。外国人がやってるから英語だから海外のところに訪れてるっていう方がいいんじゃないかって、私の個人的なジャッジなんですけど、一度しか試さないでやめてしまっていたんですね。なんですけど、ちょっと理解してもらうっていうところでもう一回ちょっとアラビア語を検討します。ただやはりちょっとアラビア語って右左の表記が逆だったりするので、チャット GPT4 を使っても貼り付けるときに一部の単語が逆になってしまったりとか、パッと英語みたいに感覚的に間違いをピックアップできないところもあって、少し高額な商品なのにもかかわらず誤った翻訳がある方がかえって商品としての信頼を失ってしまうんではないか、かといってクリエイティブ一つ一つを全部アラビア語に翻訳してもらうっていうのもなかなか難しいっていうのもあったんですが、ちょっと今ちょっとパートナーも見つかったこともあって、このあたりのところはやってみたいと思いました。あとはちょっと、今日初めて学んだんですが、ターゲットのところが私はもう右が広すぎますって出てしまうと、もう広いすぎるとダメなんだと思って、一生懸命なんとか狭めようと思って、狭くなると思われる単語をどんどん入れていったりしたんですよね。で、性別も男性にすれば少なくとも半分に減るはずみたいな感じで、狭ければ狭い方がいいと思ってたんですけど、先ほどの話でまず広いところからやっていって、私の思い込みではなく実際の反応を見て決めていくっていうところが、かなり私は属人的にやってたなっていうのに気づきました。あとは、セールについては全くちょっと意識したことがなかったので、そのラマダンだけではなく、どういった時に物を買うか、母の日とか、こっちはイスラムって家族との関係をすごく大切にして、母の日とかって日本だとそこまで大きいお金をかけなかったりするんですけど、こっちはもう兄弟同士でも私はこれだけのものをお母さんにプレゼントするとするけど、お姉ちゃんはみたいな感じで、マウントを取るっていうんではなくて、自分ができる限りのものをプレゼントするみたいなやっぱり文化があるので、例えばそういった時にプレゼントとして贈答で抹茶、お母さんに健康的な抹茶のプレゼントってアプローチができないかとか、もう少しこっちならでは そのタイミングみたいなものを探してみようと今日気づきました。あとは情報収集中の期間が長すぎると、なんかこう何万円とかがどんどん消えていくと、もう怖くなってすぐ止めたくなっちゃうんですよね。なので、その情報収集中の期間の目安みたいなものとかを教えてもらえると嬉しいんですが、はい、そうですね、情報収集の目安でいうと、先ほどお伝えしたメタ推奨のコンバージョン数50件っていうのが、だいたい50件溜まってくると学習完了しましたみたいなところのステータスに変わるので、この期間はちょっと一定数時間はかかるんですけれども、我慢して配信していただくっていうところが推奨になってきます。なので、購入数が少ない購入ではなく、一つ手前のカート追加っていうところを最適化対象にして、そこで学習を進めるっていうところが、そこの時間も短縮しながらデータ量を担保していけるかな。ありがとうございます。いろいろと、伸びしろはたくさんあるかなって思うので、今日お伝えした内容ですね、ぜひ試していただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。